甲子園誕生100周年という記念すべき年に聖地甲子園を目指し今ここに立っています。長い歴史がある中、高校野球はさまざまな変化と改革を重ねてきました。しかし変わらないものがあります。それは覇気を追い全力で戦う高校球児の姿です。高校球児の背中には温かい家族の支え、応援してくださる多くの方々の思い、そして何より喜びや悔しさを共に分かち合い励まし合ってきたチームメイトとの日々が積み重なっています。その背中はいつの時代も変わらず、多くの人に勇気や感動、希望を与え、野球を愛する人々の憧れです。私たちもその憧れを追い、今まさに同じ思いを抱き、全力で戦う覚悟が白球へと足を駆り立てていると感じています。野球人口が減少している今、次の世代へと先輩方が作り上げてくださった伝統を、思いをつないでいく、それが私たちの使命だと思います。栃木県全高校球児とともに、あふれる感謝を、喜びと感動を、闘志を燃やし戦い抜くことをここに誓います。令和6年7月12日選手代表文星芸術大学附属高等学校野球部主将木淵晴斗。